群馬、福島、新潟3県の県境、夏の最中になお雪をいただく標高2000メートル前後に囲まれて静かな神秘境尾瀬がある。尾瀬と呼ばれるのは本州東北部の最高峰日内ヶ岳を中心に、その山裾に開けた尾瀬沼と沼の西4キロのところに広がる尾瀬ヶ原を含む高原地帯である。世界でも珍しいと言われる6平方キロの大湿原を持つ尾瀬も、今日のような姿にでには長い変化の歴史をたどった。今からおよそ数十万年前、日本全体に激しい火山活動が続き、この辺りでも尾瀬の周りの山々が作られていった。そして最後に噴出したのが日内ヶ岳であった。このため昔の只見川の上流は日内ヶ岳の溶岩によってせき止められ、ここに尾瀬ヶ原の祖先にあたる湖と今日の尾瀬沼等を作り上げた。それから後長い年月の変化を経てきた尾瀬沼、現在の沼は全体に浅く、最も深いところでも8メートル半しかない。水深 2,3 メートルのところにはフトヒロムシロ、ジュンサイなどの水草が長い茎を伸ばし、岸近くの浅い水中にはミツガシは水徳草などが繁茂して沼の岸に続いている。これらの水草の成長によって沼の面積は次第に狭められ、この辺りかつての沼の入り江は今では広い湿原に変わっている。その変化がもっと進んだのが尾瀬ヶ原である。かつて尾瀬沼の2倍もあった旧尾瀬ヶ原湖、まず周囲の山々から運ばれてくる土砂が湖の周りをうずめ出す。そのうち湖の出口を塞いでいた溶岩が水の流れに浸食され、水面が下がるにつれて水苔類とともにたくさんの水生植物が岸辺から伸び広がってくる。その誕生と死滅が限りなく繰り返されるうちに泥炭の層を作り、湖の全面を覆ってしまう。そのうちに原に流れ込む水は川となり、川の両岸には山から運ばれた土砂の上に木々が立ち、樹林の帯が原を区切るようになる。また原のところどころには大小の沼が作られる。原を流れるいくつかの川は尾瀬沼から流れてくる主尻川と合流して只見川の元となる。現在の尾瀬ヶ原の大部分を覆う厚い水苔の層で、この柔らかな水苔が海面のようにたくさんの水を含んでいる。原の中ほどにあるゆるぎの田代、ここでは水苔の層が地下に溜まった水を覆い隠しており、歩くと30メートル四方にわたって地面が揺り動く。こうした地帯に根を下ろす湿原植物、たくさんの沼の岸には長葉の毛線苔や毛線苔が隙間なく茂り、いくつかの沼には
羊草が咲く。尾瀬特有の尾瀬甲骨も花を開く。これらの沼の中には浮島を浮かべたものもいくつかある。浮島は沼のへりが下からえぐられてちぎれたものか、あるいは沼の底にたまった植物の死骸や泥土が珪藻などの水草で結びつけられ、剥がされて浮き上がったものであろう。竜宮と呼ばれるところでは、原の地下を流れる川が厚い水苔の層を突き破って地面へ現れ、再び地下に姿を隠す。こうした珍しさに包まれた尾瀬ヶ原は、さらにさまざまな湿原植物や高山植物の大植物園である。夏の訪れとともに、湿原にも草原にも、また高い山の上にも一斉に花を開く。ヒオウギアヤメ、アサヒラン、白山チドリ、岩鏡などの草花。湿原の一部にはここを南限とするホロムイソウも見られる。さらにウラジロヨウラク、ヒメシャクナゲの小灌木、また日ごとに湿原の彩りを変えて群れ咲く花々、6月にはリュウキンカ、次には白い綿毛をつけた綿すげの群れが湿原を覆い、7月に入ると丘陵地のチングルマが咲く。高い山の上には虫取りスミレ、白山シャクナゲ、薄雪草なども夏の日を浴びる。やがて満開の日光キスゲが尾瀬ヶ原一面を覆うと抜いてゆく。尾瀬はその神秘な美しさばかりでなく、そのさまざまな自然は科学の宝庫として限りない問題を提供している。